でもう一回じゃ流しましょうか。はい。かげでだしらい。ちなみにヒントを言うとですね、その人を象徴しているような単語を言ってる方が2人います、はい、この人といえばこうだよねみたいな単語が入ってる方いますね、うん、じゃあもう一回聞いてみようかな。かげでだしらい。全然わからんメテオは3文字なのよ。メテオ負けず嫌いとか。負けず嫌い、あります。ダークライじゃなかった。ずっとダークライダークライ言ってたからねそしてコメント、鹿児島県出ました。おー、鹿児島県知ってそれか。私のライト合わさって白いにずっとなってたんだ、ね、あと一個ね正解出なかったのがニアちゃんの言葉、倦怠感数日前の私何考えてたのしかもあのね、ニアちゃんの言い方がまた本当にだるそうに言ってて倦怠感